それでは、はじめに、広域データ収集基盤第1期総括としまして、当研究所、笹山特任教授より説明をいたします。よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。NI の笹山です。まず私の方からですね、一昨年よりサイネとして初めて提供いたしましたモバイル機能である広域データ収集基盤、通称モバイルサイネットと呼ばせていただいておりますけれども、実証実験という形でスキームで提供させていただいているものを昨年度末ですね、3月で第1期を終了いたしましたので、その総括の報告をさせていただきます。先ほど主観させてもらったように、質問をですね、オンラインを活かしてですね、随時できますので、ぜひ講演中もですね、お気づきの点がありましたら、お気軽にですね、忌憚ないご意見をいただきますし、今回の講演メインは後ほど私の後に3人の先生方にご紹介していただく事例紹介が中心ですので、ぜひ先生方のご講演には、より多いご質問を賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。内容ですけれども、まず実証実験の概要の後、提案テーマ一覧を、ご説明して、メインであります成果報告概要として内容を、報告した後、最後にまとめとですね、課題というのは、今回ご提供できなかった機能と、多々ありますので、次期サイネット向けてどういう要望があったかというところを、まとめた資料になります。報告させていただきます。最初は、広域データ収集基盤の概要ということで、前半のトラックから参加されている方は、漆谷の方からのご説明あったものの再建になりますけれど、再度ご説明させていただきます。一昨年より前はですね、この絵の左側にありますように、優先サービスだけを提供しておりました、サイネット。で、一昨年の12月からですね、このモバイルというのを初めて導入して、単にモバイル機能、商用のモバイル機能サービスではなくてですね、商用のモバイルも借りるんですけれども、その中にサイネット専用仮想網というのを構築いたしまして、ポイントといたしましては、この専用仮想網と我々が従来持っているサイネットバックボーンを直結するというところがポイントになっています。ということで、サイネット SIM から収集されたデータは、モバイルももともと兵器網ですので、その後インターネットを経由することなく、サイネット網に接続され、もともと提供している L2VPN という仮想専用網を接続して、大学等のですね、あるいは商用クラウド等の計算機関につながって、エンドエンドで兵器網、セキュアなモバイル環境を提供するというところがポイントになっております。このように面的展開しただけではなく、セキュアな環境を要しているというところがポイントになります。で、実証実験の概要、目的は今説明したところですけれども、スケジュールは先ほどありましたように、一昨年末から、今年の3月、昨年の末ですね。で、各種イベントをですね、記者会見から皮切りに市民講座からですね、今日の成果報告会もイベントの一つとして開催させていただいておりますし、広報活動としては、PR ビデオとか、広報誌も掲載して、お機会があったときにはご覧になっている可能性もあります。展示会にも報告いたしました。で、提案テーマ一覧ですけれども、ここにありますように、大きく5つに私どもの方で分類させていただいております分野のですね、幅広い分野から、組織としてはですね、研究機関としては大学等25組織の機関からですね、42件の独創的な研究テーマが、提案していただき、採択させていただいております。で、初めての実験環境というところで、事情によりですね、残念ながら実施に至らなかった案件もちょっとありまして、実際今回は30件の研究テーマ、サイネット SIM を使ってですね、研究を進めていただいたものの推進に我々は貢献させていただきました。で、見方としては、下の、赤字で書いてあるところが、その産学連携という、産業界の方も大学と一緒にやってる、案件でありますし、太字のものは今ご説明した研究実施されたところで、細字のところは残念ながら、いただかった案件です。で、これ提案テーマは、先ほどのやつはタイトルを一覧したもので、こちらも赤のハッチが産学連携プロジェクトを説明しております。で、ここから内容になりますけれども、広域データ収集基盤の利用メリットというところを、先ほどの5分類で求めてみました。今回は、実際に成果報告書とか、別途利用アンケートも取らせていただきまして、その得られた実際の利用された、研究者の皆様のご意見、コメントをですね、そのまま生かした形で、抜粋した形で掲載しております。全部読みませんが、基本的にはモバイルの機能を生かしたワイヤレスの、メリットがあるとか、先ほど申し上げた、いわゆる
セキュアですね、直結のセキュアを生かして、まあ、環境として安全に使えるとかいうところを、まあ、各種いろんな研究環境に応じた形でコメントをいただいております。で今日のメインとして本来はもっとたくさんの方にここにたまりになったんですけど、時間の関係、今日は3件の研究テーマに関して、先生方のご説明、後ほど詳細ご説明いただきますけれども、まあ、ここでは1枚ずつタイトルとしてちょっとご案内、ご紹介いたします。まず自然環境研究の分野から、東京大学の、小林先生にですね、森林環境音景観センシングという内容で、具体的には森林との自然環境で、固定とか動植物につける動的なセンサーからですね、まあ、環境音とか画像センサーを、まあ、モバイルサイネットを利用して、そういうデータを収集するというところで、我々の環境を使っていただいて、まあ、生態調査の基盤を確立されたという研究内容をご報告いたします、いただきます。2番目はですね、トリアージ情報伝達システムというところで、新潟大学牧野先生からのご報告をいただきます。こちらの、災害医療として非常に重要な情報であるトリアージ情報というのをですね、まあ、いろんなチャンネルを使ってもちろん送るんですけれども、その一つとして LTE を使った我々のモバイルサイネットも活用していただいたというところをご報告いただきます。で3点目がですね、九州大学の倉澤先生で屋外サービスロボット制御という内容で、まあ、具体的にまあ屋外というところでサービスロボットというものを制御する形での、情報のやり取り、制御信号を受けたり、センサーで外部信号を受けたり制御信号を出したりという、掃除の観点でモバイルサイネットを実証していただいております。成果のまとめですけど、ちょっと文章ばかりで読みづらくて申し訳ありませんが、まず冒頭がやはり 90% の方に実証実験も来ていただけるやというお褒めの言葉をいただいております。で、まあ、このような成果報告会も含めてですね、まあ、ベストプラクティスを共有するような環境も提供し、まあ、この成果をもとにですね、最後に説明いたしますけれども、2期も引き続き今現在やっておりまして、29件の研究グループが継続して参加提案をいただいております。で、先ほどまとめたようにワイヤレスとかですね、セキュア兵器ものメリットを十分に生かした研究テーマ、まあ、実は30件実施されてしていただいたんですけれども、まあ、この先の分類で30件の5分野からこのようなメリットを研究の環境として大きく貢献いたしました。で、3つのキャリア、ドコモさん、au さん、ソフトバンクさんのキャリアは全部使えるようになってるんですけれども、まあ、その、キャリアごとの利用エリア環境とかを評価したところ、まあ、実験遂行上利用不可というようなコメント、アンケート結果は0件ですし、まあ、いろんな設定とかの運用させていただいてますけれども、その運用手続きで、まあ、ほとんどの1件ですね、ちょっとだけ1件、困難な事例ありましたけれども、事実上、まあ、ほぼ完璧な運用評価もいただいており、まあ、キャリアを活用したモバイル機能の運用ノウハウ知見を得られたというふうに認識しております。最後になりますけれども、次期サイネットの要望というところで、まあ、今回提供できなかった例えば eSIM とか IPv6 等々のですね、機能も、まあ、ちょっと第2期ですぐできなかったんですけれども、次期サイネット2022年度からの次期サイネットでは、まあ、どれだけ研究できる提供できるかというところも検討していきますし、まあ、メインはですね、やはり 5G というところがキーワードになってますので、次期サイネットはぜひ 5G のところも最後にご説明したいと思っております。で、まあ、モバイル 4G、3G、4G、5G だけではなくてですね、やっぱ LPWA とか Wi-Fi を集中管理するとか、まあ、その他の無線サービスもいろんなこう、メリットがあればどうですかという、まあ、これアンケートを取ったんですけれども、やはりここに書いてあるような、ちょっと読み上げませんが、いろんな環境があれば使いたいということなので、検討はしていきたいと思っております。私の方からちょっと時間過ぎて申し訳ません、以上ですけれども、質疑、私のこの講演では取りませんけれども、最後まとめて賜りますので、次のメインであります3人の先生方の講演に移させていただきます。お願いいたします。